生姜多そうなんですけど、まあいっちゃいます。いやいい感じや。もうちょっと蒸らししてもよかったかもしれませんね。あちら。もう夏キャンプの季節ですね、これは。おはようございますね。ああ今起きました。今起きてね、テントの方もちょっと乾かしてますね。めちゃくちゃ結露してます、いろんなものが。まずはね、涼しいうちにもうほとんど運んじゃいたいと思います。昨日日中めちゃくちゃ暑かったんで、今日もね気温の方は上がると思うんで、やっぱね涼しいうちに仕事しておきたいと思います。さあまあ運んでいこう。おはようございますね。めちゃくちゃ天気のいい朝になりました。雲一つないですよ。珍しい、ありがたいですね。めちゃくちゃ気持ちいいです。でもね、日向に出るとめちゃくちゃ暑いですよ。これびっくりなぐらいめちゃくちゃ暑い。でもね、この幕のおかげでもう肌寒いぐらいですね。日陰に入ればね、ちゃんとね涼しいんですよね。でもね、これダークルームじゃなかったら熱を感じるんですよ。ということで、これ朝なんで、もうね朝ごはんの方を用意していきたいと思いますね。今日の方はタコ飯になりますよ。タコ飯の方作っていきたいと思います。さあとりあえず飲むヨーグルト飲んじゃおうかな。高千穂牧場飲むヨーグルトになりますね。これ宮崎の牧場かな、全然違うけどね。でも物流がすごいのかな、やっぱりありがたい。
あやっぱ飲むヨーグルトはうまいわ。めちゃくちゃなんか濃い、うん、さあまずはねこちらタコ、枝豆、生姜ですね。生姜刻みたいんです。生姜刻む場所がないんで、ね、まずはもうご飯の方をこちらに入れて、水ですね。水の方もこれ1合なんで、1合用のね、これタコとか入れちゃったらね水の量分からなくなっちゃうんで、先に水入れちゃいます。よっしゃ、具材が何せ多いですからね、タコも全部入れちゃいますね。タコも入れちゃいます。こいつらからね水も出ちゃうだろうから、よし、枝豆も入れていきますね。枝豆ちゃん、枝豆入れると色味もいいですからね。よし、こんなものでいいでしょう。枝豆はあとはねこれ私が食べながら作業したいと思います。うまい。あとは生姜の方を刻んできますね。生姜のみじん切りっていうかね、刻んだことないな、これどういう風に刻んだらいいんだろう。これをねまた細かく刻まなきゃダメなんですよ。糸みたいに刻むのってどうやんのこれ。重ねてかな。あー生姜のいい香りやわ。ジンジャー作りたい。ジンジャー、本格ジンジャーやな。これジンジャーエールが飲みたくなりますね。ちょっとこのね鍋に対して生姜多そうなんですけど、まあいっちゃいます。もうね刻んじゃったんで入れちゃいます。もったいないからね。よっしゃ、これで火にかけていきたいと思いますね。あとはね何か食べながら待ちます。枝豆あるしね。ここにねこれだしとだし調、あこれこんなもんでしょう、ね、だいたいスプーン一杯とかですもんね。あのこんなもんかな。よし、火にかけていきたいと思いますね。楽しみです。さあゆずちゃんたちどいてくださいよ。どいてください。さあ火にかけていきましょう。よいしょ、おはぎ買ってきてるんですよね。こっちのスーパーによったらね美味しそうなおはぎがあったんで思わず買ってしまいました。これが炊けるまでね食べたいと思います。枝豆も食べながら枝豆とおはぎ食うやつおるかな。よっしゃ、おすぐ着いた。やっぱりめちゃくちゃ気持ちがいいですよ、ここのキャンプ場。やっぱ山の中もいいけどこの原っぱです。緑ってやっぱいいですよね。芝が綺麗、気持ちがいいです。見てるだけで心地いいですね。ああ、もうタコ飯炊けるの待ってるだけですね。時間あるのでねおはぎと新茶の方ね、お茶の方飲んでいきたいと思いますね。よいしょ、お湯入れて。これだとねこれ座るとね私の顔がより大きくなっちゃいますからね。もうこれ小学生がご飯食べてるみたいになっちゃうから、ほんと嫌ですけど、ちょっと座らせてもらおうかな。見てこれおはぎめっちゃ寄っちゃってる。さあそれではいただいていきますね。いただきます。皆さんはねこれきな粉とあんこどちらが好きですかね。おはぎだと私はもうきな粉派ですね。きな粉派といってもねこれ中にあんこが入っている両方どりなきな粉が好きなんですよね。両方好きなんですね結局。
中にあんこが入ってなかったらね、ブーブー言っちゃいますからね。おいおい、なんでやなんでやってね。いただきます。うん、うまい。うん、よし、開けてきますよ。おりゃ。おお、うまそう。めちゃくちゃうまそう。生姜のまたまたいい香りがしてるわ、これ。よっしゃ。またね、ちょっと水っぽいかな、これ。いや、いい感じや。もうちょっと蒸らししてもよかったかもしれませんね。あちあちや。よっしゃ。おお、ほい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 、うまそうですよ。よし、食べていこう。あとはね、このアサリの具の味噌汁です。あー、これ漬物も欲しかったな、よく考えたら。よっしゃ、アサリ入れて、はい、丸込めチャレ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 、丸込めチャレ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 、丸込め味噌。昔こんな CM ありましたよね。よし、お湯を入れて完成です。こういう場合ね、お湯を注ぐところにね、体をね下を置かないでくださいね。絶対やけどしちゃうパターンですからね、こぼれたりしたら。あー、味噌のいい香り。これだけで美味しそう。さあ、できましたよ。もう今日は簡単ですね、本当に。もうセットするだけで炊けちゃいましたからね。さあ、いただいてきますね。いただきます。ナム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 、何やろ。よし、いただきます。まずは味噌汁から。あー、いいわ。あー、アサリがいい。めちゃくちゃアサリがいいわ。ございますね、これ。ここからね、ゲレンデが見えるんですよね。あのゲレンデの芝もまた綺麗ですね。あ、段ボールで滑ってみたいな。よし、タコ飯いっちゃいましょう。うまそう。うん、うまっ。これね、ちょっと醤油が足りませんでしたね。味付けがね、ちょっと塩気がちょっと足らないぐらい。でもタコの風味とね、この枝豆ですね、枝豆の甘みが美味しいです。うん、タコの食感もいいわ。生姜が来て、あー、タコ、タケノコ、すんげん、ご飯が進むか。たけのこもうまい。うん、
こういったね、溶岩石のようなものがよく落ちてますね。火山でもあるのかな、ここら辺って。ていうか、ここ火山、どこの山なんでしょうね。これってもしかしてカエルのやつ？テレビで見たことしかないですけどね、この泡のやつ。こちらにもありますね。よっしゃ、ワンちゃんご飯あげていきたいと思いますね。やずやず、あずき、こっち来い。あずき、はいはいはい、あずき、こっち。やず、ワンちゃん食べなさい。やず、やず、待て待て。よし、よし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 。あー、いい感じ、気持ちよかった今。ああ、久しぶりに気持ちよかったわ。ああ、セミも鳴き出しましたね。気温が半端ないです。ああ、もう夏キャンプの季節ですね、これは。暑さ対策していかねば。うん。小豆は今日カリカリから食べてますね。昨日は豚から食べてたのに。柚子はもう完食や。早いな。やっぱりこういうドッグランサイトだと運動量も違うのでね、よく食べてくれますね。柚子はもう食後のボールですね。なんじゃこれ、ダンゴムシみたいな長いでっか。うわうわうわ、足がいっぱい。もうね、朝ごはんも食べましたし、撤収の方していきたいと思いますね。ここもね、撤収時間11時なんで急ぎたいと思います。早い。撤収の方できましたね。もうめっちゃ幕を片付けてからね、もうじりじり来て、もう服の中から背中とかもね、もう熱を感じますね。太陽をめちゃくちゃ感じてます。やっぱりね、パーティーシェードプラス良かったですよ。普通のね、タープとかだとね、やっぱり火を通してくるんですが、火の熱ですね、通してくるんですが、このパーティーシェードプラスはね、全然もう熱を通しませんでした。これはありがたい。涼しく入れてよかったです。ワンちゃんたちにもね、絶対おすすめですね。ワンちゃん飼ってる方たちはね、もう本当にもうワンちゃんね、暑さに弱いんで、ぜひ使ってみてください。さあ、もう片付いたんで帰りたいと思います。気をつけて帰りますね。皆さんもね、帰るときは特に気をつけましょう。
運転気をつけて帰ります。おやすみなさいじゃないよ。失礼しますね。はい、失礼します。帰ろうか。